はい。5月16日。新海、今日は2件。まずはラックさんですね。ラックコーポレーション。ラックコーポレーションといえばブルゴーニュ。ですが、今回はニュージーランド。そうなんですよ。楽しみですね。中途ニュージーをテイスティングして、その後、なんか最近深海の多いデプトさん、見てきました。デプトさん、今回は決算なので、またいい、条件が出てるんじゃないかなと思います。それ楽しみですね。そして前回からね、こうスタートしたズカちゃんのソムリエ対策試験ワンポイント大人気、はい、コーナー、まあ、クイズになるのかアドバイスになるのか分かりませんけど、前回おっしゃってたのはだいぶ当たり前のことしか言ってないので、こう大人気コーナーになるのか僕は心配でございますね。当たり前が一番いいんじゃないですか。そうだね当たり前を抑えるのは当たり前ですからね。当たり前がちゃんとしないとダメですよね。今日は面白いクイズが出るんだろうな。クイズですかね。クイズですね。クイズらしいですね。楽しみにしていきましょう。じゃあまずはラックさん、行ってきます。はい、行きましょう。行け行け早く行け。ニュージーランドマールボロですね。はい、マールボロといったらちょっとソーヴィニョン村なんですけど、今回はシャルドネ、マールボロの、イザベラさんの作るマールボロワイルドバリックシャルドネ2016年です。はい、お値段が3500円。3500円、すごい香ばしいです。まさに非打ち石です。うん、すごいミネラリーです。柑橘系の味わいとミネラリー感、ちょっと果実の甘さというかあって、非常にバランスが良いですね。うまいね。うまい、これ好きなんだけどさ、キューティー感、うん、これテイスティングした時にはちょっとフランスとはまあ言わないけど、ニュージーランドともわからないな、うん、ちょっとフランスと間違いやすいかもしれないですね。綺麗だからね。ちょっとニュアンスも出る時ありますよね。ちょっと甘みを感じるところからね、あっと思うけど、これは素晴らしいワインだと思う。素晴らしいです。え、ソムリエポイント。ソムリエポイント4.5。はい。3500円4.5。すごいいいワインですよ、これは。ぜひね、皆さん味わってほしい。うん、さあ来ました。ズカちゃんのソムリエ対策試験ワンポイント。クイズかな。クイズ行きましょう。ニュージーランドでソーヴィニョンブランド行ったら、うん、このマールボロなんですけども、はい、リースリングで有名な州はどこでしょうか。4択ですよね。ソムリエ試験だから4択だよね。ほら4択4つ考えなさいよ、君の反応でバレちゃうな。マールボロ、マールボロ、セントラルウォーターの、アンダーベリーの、バレただノースセントラルウォーターとかいっぱいあるからもう一回最初から言います。いやダメです。まあこのカンタベリー、ノースオータのセントラルオータの、その4つにしましょう。はい、もうバレバレなようにします。はい、はい、じゃあそしたら、はい、正解は動画の詳細のところに載せておきますので。はい。New Zealand wines are new in Japan and still being discovered. This is the year of the Rugby World Cup, and this is a wonderful year to explore New Zealand wines because New Zealand will have a big part to play in the World Cup. Thank you. Thank you very much. New Zealand ですね。オーストラリア、ノースオータムです。ノースオータム。ノースオータムのキャロラインスピノノワール5800円、アビンデジ2013年、ちょっと熟成してます。なんで動揺してんの？いろいろ頭の中で考えてたらいい香りです。もう2013年だからね、まあ、熟成が6年進んでる。
これ俺好きです、うん、かなり好きです、うん、すごくね、いい感じの熟成してて、あ、ちょっと ね、スモーキー、うんうん、美味しいでしょ、すごいバランスがいいです、本当にいいと思う、なんといってもスクリューキャップで簡単に開けられるのがいいね、なんか結構これくらいの熟成だったら料理の底上げをしてくれそうなイメージもすごいあるので、うん、結構何でも合いそうな、うん、結構前菜とかでもいけそうです、本当にいいと思います、うん、それこそまあステーキとか当たり前のように合うだろうし、なんか和食の肉系のところにも絶対合うだろうし、これ焼き鳥もいいかな、タレとかで、うん、これいいですね、で塩でも結構いけそうな気がする、これすげえ合うと思う、いいな、これ炭火で焼いたものにはバッチリ合うと思います、お値段も安いですよ、いくら、ね、はい、5800円でいいと思いますね、2015年は6300円です、あら、やっぱりね、ちょっと今2016年は7月入荷予定なのでまだ値段が未定なんですが、ちょっとこの5800円は2013年のちょっとお買い得だと思います、はい、じゃあサムリンポイント、サムリンポイント5って3かな、うん、はい、3でいいと思います、素晴らしいワインです、さあ来ましたさあ来ました、ズカちゃんの一社で2つあると思う、ソムリエ対策資金1ポイント低い、はい、4択ですよ、ニュージーランド、ちょっとまた集計で、はい、一番標高の高い、州はどこでしょう、難しいねそれ、僕も分かんないな、多分4択でいきますか、はい、こちらの、ノースオタゴ、ノースオタゴ、リズボーン、はい、セントラルオタゴ、はい、あとホークスベット、はい、どちらでしょうか、はい、じゃあこちらの答えは動画の詳細で、はい、出させていただきます、ズカちゃんのワンコメントもつくと思いますので、はい、見てみてください。ラクさん終了です。ニュージーランド。ラクさんで47種類でしたね。ニュージーで47って結構多いですね。ニュージーだけで47って、なんかラクさんってやっぱりこう俺たちの印象からすると、まあ、ブルゴーニュっていうのが非常に強いところでもあるので、あんな系多いっていうのは面白かったですね。うん、やっぱりニュージーでもこう。そうだね、うん、やっぱりニュージーでもやっぱりこうちゃんとラックさんらしさは出てくるといい感じでございました、さて次はデプトさんです、デプトさんといったら USA です、そうですね、アメリカですね、でもまあアメリカ以外もスペインとかもありますし、ちょっと何が出るのかな、決算大セールですからね、面白い条件が出てればいいかなと思います、では行ってきます、はい、アメリカ、カリフォルニアですね、うまいです、香りがもうこの辺でもうストロベリーの香りが漂ってきます、ね、マシュブルーのカブレネソーヴィニョンのナファバレーですね、これ大好きです、しかもヴィンテージが2013年という、もうものすごいいいヴィンテージです、ね、強いね、前のヴィンテージよりもお値段がちょっと2万円というちょっと高い、ちょっと高い、まあ味わいにしたらしょうがないです、味わいを見たらね、2万円は仕方がないよ、これは2万円でも安いよ、これ飲んじゃうでしょ、飲んじゃいますねこれ飲んじゃいます、吐き出す振りしました、振りだな美味しいです、ソムリンポイントいっちゃっていいですか、もういっちゃうの、すごい、なんかすごい華やかですね、そう華やかだし、うん、やっぱり凝縮しているのは当たり前なんだけどさ、普通の凝縮感と違うんだよね、もうなんかさ、コンフィチュールとかなんかそういう風な安っぽいやつじゃないの、うまいな、素晴らしい、ミネラル感もすごいですね、たっぷり、素晴らしいワイン、綺麗です、でこれがあの2日目なんですけど全然下手ってないね、これからどんどん来るな、うん、いいワインです、さあビンポイント 7.5 7.5 です、素晴らしい、いいワインでございます、はい、お疲れ様でした、デプトさん終了しましたね、お約束のデプトさんって感じでしたね、今日マシューブルーが出てたのはラッキーだったね、そうですね、びっくりしました、おっと思った、実は今晩ちょっとマシューブルーノを飲むんですよ、
開ける予定なんで、ちょっとヴィンテージの違いっていうのが見れるなと思いながら。やっぱうまい、マシューブルーのうまい。2万円だったら絶対買いのワインですね。デキャントしたいですね。あとね、でかいグラスで飲みたい。正直もっとねポテンシャル出るから、あれは。いや、いいワインでございました。今週はこれで終わりですかね。今週は終わりですね。来週がまた厳しいですね。来週厳しいんだっけ。カフヤーズだったり、なんかいろいろ、あ、火曜日がちょっと楽しみですよ、確か。あ、そうだ。テラベルト、ジェロボームとラフィニャさんがあったりとかね。おー、なかなか、地位枠インポーターたちですね。はい、面白いと思います。さて、じゃあ今回も締めましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。